はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。まず最初にですね、昨日今日と行われました共通テスト、受験された皆様本当にお疲れ様でした。ただでさえ精神的にね不安定になりやすいじゃないですか。当然共通テストをここ失敗したら後がないっていうと国公立志望されてる方とかはねいらっしゃったと思うので、その中で事件があったりとか昨日はね津波のことがあったりとかで、住んでる地域にもよるかもしれませんけど、より一層ねこう安定しにくい中の受験だったと思います。改めてになりますが本当にお疲れ様でした。でですね、今回はテーマにもあるんですけど、命をかけて受験をするっていう言葉、これに関して少し考えていきたいなと。で皆さんからの意見も少しいただけたら嬉しいなと思うんですが、人生かけて命をかけて受験に挑戦するとかチャレンジするっていうこの言葉自体だったら、響きはよく聞こえるかもしれないですよね。それだけ打ち込んでるんだみたいな。で私もその人がその発言してるその人によってはそれぐらい腹くくってんだな頑張ってほしいなって思うかもしれないんですけど、割とこれがネガティブな本に振っちゃってる方もいると思ってて、でどういう表現になるかっていうと、志望校に落ちたら死にますみたいな、もう生きてる価値ないんでみたいな、これ普通に来るんですよ。こういう連絡が毎年ねあるんです。で塾講師やってる時もこういったことをやっぱり面談室で話してて言うね生徒はいたので、なんかそこに関してちょっと思うことを喋れたらなと今回思うんですよ。で別にこうやって考えてしまうことが悪だとは思ってないんです。だってそういうふうにそこまで志望、本当にそこがね行きたいっていう場所、志望する気持ち、その入りたいと思う気持ちねが強いっていう、だからそれだけ本気で打ち込んでるっていう証拠だとはもちろん思うんですけど、でもこれ本人の性格ももちろんあるとは思うんですが、多分周りの影響なんですよね。そう、周りが例えば保護者の方、ご家族とか、学校や塾の先生とかのプレッシャーのかけ方、プレッシャーって嫌でもかかってるので、人と人がそこにいるだけでもプレッシャーかかるから絶対に。多分俺がこういうふうにボイシーとか、YouTube で喋ってる動画見ても極力プレッシャーにならないようにっていう言葉選びをしてるつもりなんですよ。でもそれは自分の自己満足、私の自己満足だけであって受け取ってる、たくさんの方が聞いていただけるので、全員が全員プレッシャーに感じないってのは無理だと思っているんです。だから人と人がいれば絶対そこにはプレッシャーとか、もっと言うとすれ違いとかねが起こってくるわけなので、ですけど、そこまで思い詰めてしまうっていうのはやっぱり外的要因、自分の内側の内的要因だけじゃなくて外の外的要因がやっぱ大きいんだろうなって。実際塾講師やってる時も保護者の方がすごい強い言葉でプレッシャーをかけることって多々見られるんですよね。そう、あんたここ押したらどこも行けないからねみたいな、私立行かせないからねみたいなのがね普通に言いますからね、うちらの前でも「お母さんちょっと待ってください」みたいなその言葉っていりますかみたいなとかあったりするんですけど、ちょっとまたそれましたね。で今回、このテーマに掲げたのは、私がいろんな動画ね、言ってることですけど、どこに行くかっていうのはもちろん大事ですよ。どこの志望、高校にしても大学にしても会社にしてもそうです。どこにね入社するか、どこに進学するかはもちろん大事。でも行った場所で何をするかの方が何百万倍大事なんですよ。でこれは綺麗事じゃない、これはもう絶対真実だと思ってます、自分は。でもちろんこれに関しても反論はありますよ。だから自分の中で反論できる自分もいますけど、でも私がそう信じていたいし、で自分が信じていたいと思ってこれを貫いて生きてきましたけど、実際に自分の生徒だったりとか今動画を見てくれてる皆さんが、長いことやってるんでね、みんなが学生だった皆さんも社会人になってる方もいるんですよ。で今でも連絡取れる仲の方がいるので、そうやって行った場所に何をするかが本当に大事でしたって。志望校に落ちた時はもう死ぬほど辛かったけど、でもそこを踏ん張って、じゃあこの場所、行った場所で何をするかって言って頑張った結果充実してますって方をたくさん知ってるから、だからそ真実って言っちゃったら良くないかもしれないけど、一個の答えではあると思ってるんです。そう、行った場所で何をするかのが何百万倍大事だっていうのはね。だから、本当にね、これもまた特に今共通テストうまくいかなくてさ、もう絶望しちゃってる方とかにはなかなか届かないかもしれないし、うっせえなボケって思うかもしれないんだけど、でもその目指してた第一志望が全てじゃないよっていう。って思うんだよね。まあ、いろんなケースがあるよ。そこに行かなかったらその将来目指してる職業に絶対つけないっていうこともありえるかもしれん、俺が知らないだけでね。だからやっぱり人って一生懸命だったりとか、なんだろう、プレッシャーとかね、しんどい思いがある時って視野が狭くなってしまうので、もうそれしかないみたいな。でも本当はちゃんと調べたらそこ以外の道でもその将来なりたい職業につながることはできるみたいな。もっと言うと今たくさん切り開ける時代だから、切り開くことだってできるかもしれない。だからそういうこともあるから、結果が全てじゃねえなんていうのは言い方が良くないかもしれないね。この言葉っていうのは努力してる人のなんか努力を無限にしてる言葉にも若干ね、その印象があると思うよ。でもやっぱりね、結果が全てじゃないと思うよね。俺は子供たちにね、まあ、今もそうだけど受験頑張ってね、受験応援する立場にいるわけで、その中でいつも思ってるのは、結果は大事よ、大事だけど、じゃあ受験勉強をしてその受験が終わった時に手に入ったものが志望校の進学だけじゃないはずなんだよね。その受験勉強ってまあ1年ぐらいやるわけじゃんか。その1年の中でたくさん苦しんで、たくさん泣いて、もうたくさん自己嫌悪になってって、いろんな感情をさ、もうごちゃごちゃしながらそれと向き合ってくるわけじゃん。その向き合ってきた時間の中で、例えば自分のこういうふうに思った、こういうふうに落ち込んだ時はこういうふうに考えると、より復活しやすいんだっていう経験値を積むことだってできるし、努力の仕方、どうやってやったら、勉強したものがちゃんと定着するのかっていう成果を出していく、自分のよりレベルアップをしていくっていうもののやり方とかもそこから経験値として得られるわけ。受験勉強で得たものっていうのは結果だけじゃない、その過程からいろんなスキルが手に入ってるはずなのね。でもそこをちゃんと見なかったら自覚できないのよ。そこは大事にしてほしい。そう、これは別に受験勉強だけじゃなくてね、何かに努力してる時、何かに打ち込んでる時っていうのは、その過程の中で得られるものって自分がたくさん見ようと思ったらいっぱいあるはずなんだよ。だから俺は人生に無駄な瞬間なんてなかったっていつも思ってる。中学の時にいじめられたことも、なんだろうな、精神的な病になったことも含めてで、俺は、腎臓に病があるんだけど、もう一生治らないね、その病になったことも、いや人生 ならない方がいいよ、そんな一生治らない病気なんて持たない方がいいけど、でもそれさえも意味をつけるよ俺がって、これが病気になった意味を俺が見出せば無駄じゃないんだもん、その経験もっていつも思ってる。これが俺の生き方なのね。そうで、その俺は結局ね、センター試験の時、当時センター試験だからさ、初日がやらかしたと思って、でもうあれ腐って1日目の夜に家で家庭で本当に親に暴言とか吐いちゃってて、でただ結果的に勘で書いて、マークシートだからさ、勘で書いたものがちょっと当たっとって、まあまあ取れたのよ。目標までは届かなかったんだけど初日は。で2日目がなんとかなったから、まあまあ耐えたみたいな感じだったんだけど、でもなんか、そういうものも含めて、なんだろうな、当時ね、そのあれ腐ってた瞬間に今の俺のこのダラダラジオが聞いても、うっせなんだこいつみたいなで思ったと思う。俺ほんと皮肉でしたし、でもきっとね、後々、何年後かわからないけど、この話がみんなの頭の中の片隅に残ってて、いつか分かってくれる気がする、この考え方分かってくれる気がすると思って信じてる。だから今みんながどういう状況でこれを聞いてるかわからないけれど、いつかね、今すぐじゃない、即効性はないかもしれないけど、いつかみんなの、なんていうのかな、支えって言ったらちょっと生意気か、でもそうだね、なんか生きる上の一個の指針みたいなものに、ヒントになるんじゃないかなと思って今回ね、喋らせてもらいました。はい、ということで今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、日曜日に何か喋りますんで、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では明日から1週間またね、始まっていきますが、お互いいい1週間にしていきましょう。それではここまでのお相手は私、ハイチでした。ではまた来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。